ロナルド・ウェイン・ギャレットはアメリカ合衆国フロリダ州出身の元プロ野球選手。広島東洋カープでプレーしたエイドリアン・ギャレットは実刑。1965年の MLB ドラフト6巡目でミルウォーキー・ブレイブスに指名され契約。1969年にニューヨーク・メッツでメジャーデビュー。同年は打撃は低調ながら124試合に出場し、 チームのワールドシリーズ制覇に貢献。1973年には140試合に出場し、自己最多の16本塁打、58打点を記録。ワールドシリーズ第3戦では、初回戦闘打者本塁打を放つが、ワールドシリーズ史上最多大記録の11三振を喫する。チームは3年連続ワールドシリーズ制覇を達成した、オークランドアスレチックスに敗れ。 最終第7戦では最後の打者となってしまった。1974年には自己最多の151試合に出場。同年、メッツ単独チームで日米野球で来日。1976年シーズン途中にモントリオールエクスポズに移籍。以後は控えとなり、1978年シーズン途中にセントルイスカージナルスに移籍。百七十九年に 中日ドラゴンズに入団し、来日。同年は115試合に出場し、打率25。252も20本塁打、71打点を記録。なお、同年5月24日の対横浜対応、ホエールズ戦で、本塁打を打ちながら一塁走者を追い越してしまい、本塁打が取り消されて、アウトになった。翌年には、打撃不振で試合の出場に終わり、 シーズン途中で解雇され、現役を引退して帰国した。野球一家で、兄のエイドリアンも、MLB と NPB でプレーし、弟のチャーリーも、アトランタブレーブスのマイナーでプレーした。また、甥いのジェイソンもフロリダ・マーリンズに指名され、4年間マイナーでプレーした。ありがとうございます。